ルノー12、12は、フランスの国営自動車メーカールノー交団が1969年から1980年まで、生産した小型ファミリーカーである。3ドアノッチバックスタイルの4ドアセダン、ベルリーヌと5ドアワゴン、ブレクを中心に、パネルン、ブレークと同じシルエットの2ドアブラインドバニや、ピックアップなどの商用車も作られ、フランス国内での生産終了後も2000年代半ば頃まで、 多くの国でライセンス生産が行われたことでも知られる。累計生産台数は250万台に達した。開発は1965年から1962年以来作られていたリアエンジン車 R8 とこの年デビューしたばかりの5ドアハッチバックの中型車 R16 の間のギャップを埋める中間車種としてプロジェクト117の前で開始された。 あまり高度な機構は持ちずに、経済的で居住性、トランクスペースが広く、発展途上国でライセンス生産できるほど生産効率が高く、フランス人が満足するだけの良い乗り心地を持ち、派生車種の開発が可能な車というのが与えられた命題であった。完成した R12 は R16 と同じくフロントエンジンの全輪駆動車で16のパーツを、 少なからず流用していたが、R16 とも、ルノーのベーシックモデルである、R4 とも機構的には大きく異なっていた。すなわち、R4、R16 のエンジンは、前輪より後ろに縦置きされていたが、R12 のエンジンは同じ縦置きながら、前輪より前に置かれ、フロントオーバーハングが長い別物のプロポーションとなっていこの結果トランスミッションから、シフトレバーまでのレイアウトに余裕ができたため、 R4 のダッシュ式、R16 のコラム式とは異なり、R12 には通常のフロアシフトが与えられた。また、R12 のサスペンションは4輪独立喧嘩の R4R16 とは違ってリアは固定軸であった。外観上も通常のトランクを持つ三ボックスセダンで、ハッチバック車が大半を占めるルノー製品の中ではに異色の存在であった。鉄製シリンダーブロックを持つ、 水冷直列4気筒オフエンジンは、ルノー8やルノー10と共通の設計であったが、排気量が 1289cc に拡大されていた。あまり冴えない外観、基本デザインは矢のイメージを持ったもので、これはクーペ版姉妹車ともいえる R15 と R17 により強く反映されているに似合わず、良好な居住性や乗り心地の良さ、十分なパワーで、 ヨーロッパの自動車ジャーナリズムにも好評で迎えられた。これに慌てたライバルのプージョーは、1100cc クラスの3、ボックス乗用車、204を米に、急遽 1300cc クラスの上級版である304を投入したほどであった。1969年10月、パリサロンで発表された、当初の R12 は4ドアセダンのみ、 エンジンは 1289cc54 馬力1本で、L とトルコリラの2グレード構成であった。翌1970年になって5ドアワゴンと R12 ゴルディーニが追加された。R12 ゴルディーニは R8 にも設定されていた、メチューナーゴルディーニが高度にチューンしたエンジンを搭載するスポーツタイプで R16ts 用のサイチェシーアルミ製エンジンに、 ウェバー製ツインヤブを装着125馬力に強化していた。四輪ディスクブレーキ五速ギアボックスも与えられ、最高速は時速1 8 5トルに達した。多くの場合、ゴルディーニブルーと呼ばれるフレンチブルーにまみれ、他の色もあった白のストライプが貼られていた。しかし、ラリーと レースでミニクーパー1 2 7 5 S と激しいバトルを展開した R8 ゴルディーニと比較すると前輪駆動になったこともあり動力性能操縦性とも切れ味が鈍かったため R8 ゴルディーニほどの人気車種にはならずモータースポーツでも指して活躍しなかった1972年10月には 1289cc エンジンながらより高出力の 12ts が追加され 最高速度は L、トルコリラの時速 140km から時速 150km に引き上げられた。外観上もゴルディーニと同じデザインのホイール、サイドストライプ、2つの補助ランプが装備された。1973年10月には3速 AT 付きの 12TR が追加された。1975年にはマイナーチェンジを受け、フロントとテールのデザイン、 ダッシュボードが一新された。また、ゴルディには、この際ラインナップから落とされた。その後は1978年に、やや大きいサイズの後継者18が登場した後まで、ほとんど変更なく継続生産され、1980年に、フランスでの生産を終了した。R12 がルノーとしては、保守的な設計であったのは、海外での現地生産に対応するためであったが、 その期待に応え、R12 は多くの国で生産されることになった。それどころかブラジルでは発売前からそのシャシーは別メーカーの製品のベースとなったほどである。ルーマニアの国営自動車メーカーダチアは早くも1969年に R12 の製造権を取得しの生産を開始した。1300は1979年まで生産され、 同じく R12 ベースの1312マイナーチェンジされ、セガンとワゴンは経済が自由化された後の2004年までと名付けられた。ピックアップトラックはさらに2005年7月まで生産が続行された。ヨーロッパ各国で低価格車として売れているダチア、ロガンはルーマニア製 R12 の後継車と見ることもできる。トルコでは オヤックルノーが1970年代初めから1990年代末まで R12 を生産した。当初は本国製 R12 とほぼ同じ車であったが、1980年代以降はマイナーチェンジを受け、トロス、トロスという名前で販売された。オーストラリア・ビクトリア州近郊の工場でノックダウン生産が行われた。オーストラリア製 R12 は、 好評で迎えられ、自動車雑誌、ウィールズの1970年度、カー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。シートなど、部品の多くが現地製となっていたが、1970年代半ばまでは、基本的には、英国仕様と同じ内容であった。1976年に、エンジンが 1397cc に拡大されて、ルノー1 2 4となり、1978年には、 丸型二等式ヘッドライトに改められて、ルノー・ビラージュ、ルノー・バージュと改名されて1980年まで生産された。1960年代半ばフォードは現地進出のため、旧工場を取得したが、ブラジル市場に適した製品を急遽開発する、必要に迫られた。フォードはルノーに共同開発を持ちかけ、R12 より一足早く1968年に、 R12 と同じシャシーを持つ小型乗用車を誕生させた。コルセルは1980年代までモデルチェンジを受けつつ、フォードデルレートナを変えて生産された。コロンビアではルノーで1973年から1981年まで生産されたが、特にアルゼンチンでもルノー現地法人によって1971年から1994年まで 145万台という多数が長期にわたって生産された。アルゼンチン版ではエンジンが1977年から 1400cc、1992年には 1600cc となり、ギアボックスも1992年から5速となるなど、地道な改良が続けられた。また、同国では R12 は古いベースのを除くと同社のトップモデルであったので、R12 の 位置づけは、本国よりも高く、大半が TS 仕様で生産された。また、R12 アルピーヌの名で、R5 アルピーヌの110馬力エンジンを搭載し、最高速度時速 175km を発揮する、ホットモデルも1977年から1980年まで493台、生産された。アメリカ市場には 1647cc65 馬力エンジンを、 搭載した12、12リットル、12ドルコリラが輸出された他の北米向けヨーロッパ車の多くよりも車体が大きかった割に当初の価格は2975から3、448ドルと比較的安く設定されていた。最後の1975年モデルではシリンダーヘッドが改善されて72馬力に強化された。しかし、 1974年型をテストした市は、エンジン騒音の高さ、ステアリングの重さ、不十分な室内換気などに辛い評価を下しており、商業的にも成功しなかった。1950年代に、ドーフィンが VWB イートルに次ぐ、台米輸出第2位の座を占めていた、ルノーの北米で販売は行き詰まっており、次の世代となる R5 については、ANC との業務提携による、 販売網利用という手段が取られることとなった。日本市場には、当時の輸入総代理店、三井物産輸送機カイブルのーチームの手で1972年、昭和47年から12トルコリラが輸入され、日英自動車などの特約販売店を通じて販売されたが、熱心なマニアが多いフランス車需要層にとって、R12 はオーソドックスすぎ、同時期に販売開始された。 シトロ NGS ーーとは対照的に販売は伸びず安全、排出ガス規制が厳格化してきたこともあ、三井物産は1973年にルノーの輸入から撤退した。輸入台数は従ってごくわずかであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。